はい、こんにちは、さかなやです。いつもたくさんの動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっといつもと違う動画を撮影しようかなと思っています。実は最近ですね、笛に凝っていまして、こちらとこちらの笛があるんですけども、こちらの笛ですね、表に3個ずつ穴があって、裏面にですね、1つ穴があります。3本の指で押さえて、裏はですね、親指で1個押さえるんですけども、こちらの笛とですね、あとこちらの笛がですね、表にですね、4つ穴があります。後ろに2つ穴があります。それでですね、こういうふうに押さえて、後ろはですね、親指で2つ押さえるというものなんですけども、実はですね、こちらの笛はですね、もう35年ぐらい、もっと前かな、クラフトフェアというですね、手作りの方たちが集まっている場所で買ったものです。もう今その方はですね、作ってないかもしれないんですけども、平左衛門さんとかっていう名前が書いてありました。それでですね、ちょうどですね、平井堅さんの大きな古時計が、ヒットしていた時で、そのお店のお姉さんがですね、この笛でですね、大きな古時計を吹いていたんですね。それでですね、自分も吹きたいと思ってですね、これを買ってですね、吹いたり吹かなかったりでですね、時は流れて今になってですね、去年、やっぱもったいないから吹きたいなと思ってですね、吹き始めて、大きな古時計とですね、あと3曲ぐらい吹けるようになりました。で、これですね、そういうことで考えると、その方はもう作ってないかもしれなくて、ネット上で探してもですね、見当たらないので、こうやって首にね、かけてよく持ってるんですけども、やっぱなくしちゃうとか、落として割っちゃうとか、この前もですね、大きな荷物をですね、重い荷物をこの上に乗せてですね、ここがですね、一番吹くところのこの竹がですね、取れかかってですね、ひびが入っちゃったりしてですね、直して今使ってるんですけども、そういう意味でね、1個しかないとね、なくしたとかね、壊れちゃった場合に、もう吹けなくなってしまうので、それでですね、ネット上で、確かこれですね、コカリナって呼んでいたような気がしたんですね。それでネット上でコカリナを探したところですね、こういうものがあったんです。それ、これはですね、日本コカリナ協会みたいなのがあってですね、サークルなんかもあるんだと思うんですけども、やっていてですね、これも自分で作ってもいいらしいんですけども、作って販売するときはですね、こちらの方に許可を取って販売してくださいとかっていうことも書いてあるものです。こちらはですね、それで竹で作ってあって、こちらは木なんですね。で、こちらの説明がちょっとありますので、ここのところを紹介したいと思います。コカリナとは、東ヨーロッパ、ハンガリーで生まれた木でできたオカリナです。似たようなものはドイツにもありますが、これだけ短くですね、しかも1オクターブ以上の音階が出せるものはありません。オカリナやコカリナと笛の違いはですね、閉管になっているか、開管になっているかにあります。つまりこれは穴が後ろ開いてないんですね。閉じられているということみたいです。このためにですね、オカリナとか、このコカリナはですね、閉管になっていることによって音が柔らかくなり、しかも音が管の中で回るため、材質の音がそのまま出ています。コカリナはいろんな木で作ることができて、木によってそれぞれの音色を持っています。これが実に楽しいことです。また、コカリナは近年多くの木管楽器が金属製やプラスチック製になってしまった、各フルートやリコーダーのに対して木管楽器の響きの素晴らしさを改めて感じさせる楽器だとして注目され、木の性とか、木の魂ですね、こだまが歌う音だとも言われていますというふうに書いてあります。実はこれですね、最近仕入れたので、まだ一曲もですね、マスターできてないんですけども、まずですね、ドレミファソラシドを吹いてみたいと思います。それでこちらはですね、ドレミファソラシドで1オクターブしか出ないんですね。でこちらはですね、1オクターブとプラスレまで出ます。こちら。彼やりますね。ちょっとね、これ強く吹かないとですね、音が出づらいんですね。ではですね、こちらコカリナの方ですね。
まで出ます。ではですね、こちらの方で大きな古時計とですね、あと、ゴスペルで Power of Your Love という曲と、あとですね、賛美歌でですね、大地と歩まんというのがありますので、その3曲を吹いてみたいと思います。こちらはですね、マスターしたらまた弾いてみたいと思います。違いましたが、最後に、歌いつつ歩まん。
ということでね、時々こういうですね、スマホの使い方とかですね、それ以外の動画も発信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。最後まで見ていただき感謝です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。